助手が考えることだわ。え？なんで？私はめぐるくんの意見が聞きたいの。ほらほら、つべこべ言わないで早く決める。5、4、3。わかったよ、わかったから。じゃあ、散らかってるかもしれないけど、小さなゴミに気を取られてるようじゃ大きな人間にはなれないわよ。ほらほら、ぼーっとしてないで聞き込みよ、聞き込み。誰に聞いてみる？じゃあ、あの二人組に話を聞いてみるか。わかったわ。じゃあ、早速行くわよ。ねえ、ちょっといいかな。殺された山内先生のことを聞いてるんだけど。したの？ちょうど今そのことを話してたからびっくりしちゃってね。先生について何か聞いたことない？やっぱりみんなに嫌われてるってことくらいかな。ね。うん、特に水泳部のみんなはかなり嫌ってるって話を聞いたことあるけど。水泳部？そうそう、ま、あんな人に頻繁に会ってたらそりゃ顔も見たくなくなるのは当然だよね。うん、当たり前当たり前。あ、会ってるって言えば、最近あゆが学校サボって彼氏と会ってるんだってよ。え？マジで？それって超まずくない？ね。それでさ、この前親にバレちゃったらしくて。それって超最悪じゃん。ね。どうもありがとう。じゃあまた協力してね。え？
分かったら教えてね。分かったわ。時間はあるわね。情報が足りないからもう少し調査しないと。奥にいる茶髪の子に話を聞いてみよう。ああいうのが来るの？そりゃ、そういう話をしてるんじゃないだろう。まあいいわ。それじゃあ早速。ちょっといいかな。殺された山内先生について聞きたいんだけど。ちょっとしたことでもいいんだけど、何か思い出すこととかない？そう言われてもね、私にとっちゃはっきり言ってどうでもいいことだし、単なる水泳部のコーチだろ。そういうことはやっぱ水泳部の連中に聞いた方がいいんじゃない？顧問といってもあんまりいい関係じゃなかったみたいだけどね。あ、私だ。ちょっと悪い。携帯かかってきたから。うちのこと聞かれちゃっててさ、わかんないって言ってるんだけど。うん、ライブ？マジ？行く行く。他へ行きましょう。これ以上情報が得られるようには思えないわ。そうだね。おい、立花。あ、先生。臨時休校だというのに、こんな時間まで何をしてるんだ。決まってるじゃないですか。事件の調査ですよ、調査。この事件を解明してスクープを取るんです。スクープはいいが、ほどほどにな。犯人はまだ捕まっていないんだ。くれぐれも危険なことに首を突っ込むんじゃないぞ。大丈夫ですよ。私の危機は全てこの助手が代わりに引き受けることになってますから。そんな約束した覚えないよ。僕は桃井恵と言います。
新学期からこの学校へ転入することになっているんですけど。なるほど、そうだったのか。道理で立花と一緒にいるにしては見覚えがないと思った。めぐるくん、こちらは野々村先生。1年の時の担任だったの。この学校では一番物分かりがいいと評判の先生よ。ほら立花、変な持ち上げ方をするな。文句を言うな。決まりだから仕方ないだろう。クラス発表は始業式の当日、休校が明けてからだから3日後か。同じクラスになれるといいよね、めぐるくん。僕はできれば遠慮したいよ。しかし、転校生が来るなんて先生は聞いてなかったな。え、そうなんですか？ああ、まあ教師の定例学年会も中止になったし、まだ私のところまで情報が降りてきていないだけだろう。何せ、今教師陣も大混乱だ。事件の内容が内容だったからな。警察の事情聴取は入るし、桃井君だったかな。今はこんな状況だから臨時休校になっているが、学校が始まったらまず職員室に来なさい。私を探してくれるといい。それまでに学年主任からちゃんと話を聞いておくから。ありがとうございます。いやいや、礼を言われるようなことじゃないよ。ところで先生、山内先生のことで何か気づいたことはありませんか？おいおい、勘弁してくれよ。もう散々警察にも聞かれたんだ。そこをなんとか。警察にも同じように答えたんだが、山内先生とはどうも反りが合わなくてね。口もめったに聞かなかったんだ。だから本当に何も知らんよ。そうですか。まあ確かに先生が山内先生と喋ってるとこなんて見たことないですね。そういうことだ。じゃあ先生は行くぞ。お前たちも遅くならんうちに帰れよ。そのためにも僕らが調査してさっさと事件を解決するんだろう。めぐるくん、言っとくけど、私が事件を捜査してるのは新聞部創設のため。部員である君もそれを忘れちゃダメよ。いいこと？分かってるよ。じゃあ早速
部室へ戻って明日の作戦会議。今までの情報を整理するわよ。めぐるくんも